ファイナルファンタジーシリーズは日本のゲーム開発者坂口宏信によって生み出されスクウェア・イニックスによって開発・販売されている RPG のシリーズ作品。CG アニメ、アニメでも展開されていた。1987年に発売されたファイナルファンタジーを第一作とする日本製の RPG シリーズ。派生作品を含め独立した。 世界観を持った作品が数多く発売されており、シリーズ全タイトルの世界累計出荷数は1億5900万本以上を達成している世界的なゲームシリーズの一つである。2017年にはタイトル数は合計87作品に及び最多の作品数を有する RPG シリーズとしてギネス世界記録に認定された。スクウェア・エニックスの CG。 映像技術の域を結集した作品群でもあり、ゲームの制作手法にたびたび革命を起こしてきている。本シリーズのタイトル名称は、略称が FF となることを前提として考案されたものである。当初は、ファイティングファンタジーというタイトル案も候補に上がったが、同名のボードゲームが存在したため、現在の名称に変更したとされる。一方、第一作制作当時、 それまでのスクウェアの業績が芳しくなく、制作者たちの間でも、おそらく最後の作品、最後の夢になるであろうという意味を込めて、ファイナルファンタジーと名付けられたという説も存在するが、坂口博信は、確かに当時は、排水の陣だったけれど、F で始まる単語なら何でもよかったと状況は、肯定しつつも、名付けには直接関係はないと否定している。また、ディープダンジョン、JJ、 次回少年メットマグなどアルファベットを重ねたタイトルにこだわっていたこともあり、意図的に F 同士を重ねたタイトルになったと坂口の同僚であった田中コードが語っている。1987年頃の坂口博信は、この頃はファイナルファンタジーが売れなければ次回作を作れるかわからなかったのでタイトルをファイナルにしたと語っている。前述の通り、開発スタッフは、 FF という略称を想定し、現在公式な略称は FF とされるが、中にはファイファンと呼ぶファンもいる。ファイナルファンタジーは1987年12月に日本で発売された。タイトルにナンバリングが振られている続編が数多くあるが、それらナンバリングタイトル間において、プロットやストーリーの接点はほぼなく、それぞれの作品世界は、 それぞれ独立した世界となっている。多くのシリーズのゲームは北米、欧州、豪州の各市場向けにローカライズされている。また、多数のゲーム機、PC そして携帯アプリ向けにも発売されている。2007年3月時点で28のゲームが存在する。この数字には、ファイナルファンタジーから、 ファイナルファンタジー14までのナンバリング作品の直接の続編とスピンオフ作品が含まれている。多くの旧作品は複数のプラットフォーム向けにリメイク、移植されている。ナンバリング作品初期のファイナルファンタジーからファイナルファンタジー3までの3作品はニンテンドーのファミリーコンピュータをプラットフォームとした。ファイナルファンタジーは1987年に 日本で1990年に北米で発売された。末置きゲーム機の RPG ジャンルに多くの新しいコンセプトを導入した。複数のプラットフォームでリメイクされた。ファイナルファンタジー2は1988年に発売された。ファイナルファンタジー3は1990年に発売された。移植が遅く2006年に任天堂 DS で リメイクされた。続く、ファイナルファンタジー4から、ファイナルファンタジー6までの3作品は、ニンテンドのスーパーファミコンをプラットフォームとした。ファイナルファンタジー4は、1991年に、日本で発売された。北米では当初、ファイナルファンタジー2として、発売された。アクティブタイムバトルシステムを導入した。ファイナルファンタジー V は、1992年に、 発売された。ストーリーの続編が初めて OVA、ファイナルファンタジーという形で作られた。ファイナルファンタジー6は1994年に日本で発売された。北米では当初ファイナルファンタジー3として発売された。ストーリーの掘り下げが試みられた。続くファイナルファンタジー7からファイナルファンタジー9までの3作品は、 ソニーインタラクティブエンタテインメントのプレイステーションをプラットフォームとした。ファイナルファンタジー7は1997年に発売された。2D グラフィックスではなく 3D グラフィックスを使った最初のシリーズ作品であり、ヨーロッパで発売された最初のシリーズ作品でもある。現代的な設定を導入したほか、ポリゴンキャラクターをプリレンダリングされた背景に出演させている。 ファイナルファンタジー8は1999年に発売された。より写実的なキャラクターと音声を用いている。ファイナルファンタジー9は2000年に発売された。過去に感謝と離別を告げる作品であり、現代的な設定ではなく、伝統的な設定を用いている。続く、ファイナルファンタジー X からファイナルファンタジー12までの3作品は、 ソニーインタラクティブエンタテインメントのプレイステーション2をプラットフォームとした。ファイナルファンタジー X は2001年に発売された。フル 3D のフィールドとキャラクターボイスを採用した初めての作品であり、直接の続編となるゲーム、ファイナルファンタジー X-2 が作られた初めてのシリーズ作品でもある。ファイナルファンタジー x は2002年に PS2 と Windows で発売され、2006年に Xbox 360でも発売された。シリーズ中では最初の MMORPG であり、ランダムエンカウントバトルシステムではなく、リアルタイムでのシームレスなバトルシステムを使用した初めての作品でもある。ファイナルファンタジー y XII は2006年に発売された。シームレスなバトルシステムを用いている。 ファイナルファンタジー13は2009年にプレイステーション3で発売され、2010年に Xbox 360でも発売された。ファイナルファンタジー13-2や Lightning ン e t u r n s ファ n a l Fantasy などのファブラ、ノバ・クリスタリス・ファイナルファンタジーと呼ばれる作品のフラグシップタイトルであり、シンボル・エンカウントバトルシステムを用いている。ファイナルファンタジー14は 2010年に Windows で発売され、シリーズ2作目の MMORPG が PS3、PlayStation4、MacOS でも発売された。Final Fantasy XV は2016年に PS4 と Xbox One で発売された。Final Fantasy ビは PlayStation 5で発売予定。 続編とスピンオフ作品ファイナルファンタジーシリーズは多くのスピンオフ作品とメディアミックスを生んだ。大型の作品としては FFX、FFXE の続編としてそれぞれ FFX-2、FFXE-2 とエラーフックス E がある。逸話としては SFC にて発売された FFUSA がある。スクウェアエニックスはアニメ、CG アニメーションを含む 様々なメディア上にファイナルファンタジーシリーズを展開している。ファイナルファンタジーは1994年に発売された OVA。ファイナルファンタジー V の200年後の世界で、ファイナルファンタジー V と同様に、クリスタルと世界を守るために勇者たちが戦うというストーリー。FFU、ファイナルファンタジー、アンリミテッド・アゴンズを制作のアニメ作品。記憶喪失の 黒き風と呼ばれる男が、右腕と一体化した、魔獣を持ってかすかに記憶に残る、白き雲という男を宿敵とし、探し追い求めるストーリー。ゲーム固有のキャラクター名は登場するが、ゲームのファイナルファンタジーシリーズとは違うオリジナルの世界観となっている。ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンは2005年に発売された OVA。ファイナルファンタジー7の2年後の世界が舞台。 全世界累計出荷本数410万本というヒットを記録した。キングスグレーブファイナルファンタジー XV は2016年7月9日に劇場公開されたフル CG 長編映像作品。ファイナルファンタジー XV と同じ世界で展開されるもう一つの物語でゲームと映像のメディアミックスの完全連動作品である。映像作品側では国王。 レギスの視点、ゲーム側では、国王、レギスの息子である王子、ノクティス視点の話であり、父と子の絆が描かれている。リアル脱出ゲーム、ファイナルファンタジー14大名キューバハムートからの脱出は、日本国内では2017年2月から、アメリカでは同年夏頃に開催された謎解きイベントで、日本国内では全国のゼップを巡回するライブハウスツアー形式。 アメリカでは8都市を巡回した。戦争終結から5年後のエオルゼアを舞台に、様々な暗号や謎を駆使して1時間以内に、巨大遺跡の地下部核で眠っている、バハムートの復活を阻止する、体験型謎解き RPG イベント。ファイナルファンタジーフォーティン公のお父さんは2017年4月より、放送された、テレビドラマ。ファイナルファンタジーフォーティンプレイヤーのブログをもとに、 親子関係を中心に描かれる。ファイナルファンタジー XR ライドは、ユニバーサルスタジオジャパンにて、2018年1月19日から6月24日の期間限定で行われたイベント、ユニバーサル・クールジャパン2018の中のアトラクションの一つで、ある体感型コースターとして開催された。ファイナルファンタジーエオルゼアカフェは、パセラリゾーツとのコラボレーションにより実現した。 ファイナルファンタジー14をモチーフにしたコンセプトカフェでキャラクターをイメージしたフードやドリンクや実際にゲーム内に登場するアイテムを再現したものがある。坂口博信。ファイナルファンタジーにおける海の親。1980年代半ばにスクウェアはシンプルな RPG、レーシングゲームといったゲームによってニンテンドのファミリーコンピュータ上で 日本のコンシューマーゲーム産業に参入した。1987年に、スクウェアのゲームデザイナーの坂口博信は、エニックスのドラゴンクエスト、ニンテンドーのゼルガの伝説、オリジンシステムズのウルティマシリーズなどからインスピレーションを受け、ファミリーコンピュータ向けに新しいファンタジー RPG を開発することを決定した。しかし、スクウェアは当時経営危機に直面していたため、 坂口は新しい RPG がゲーム産業での最後の仕事になるだろうと考えており、もしも新しいゲームが売れなければ会社を辞め大学へ戻ろうと考えていた。しかし坂口の予想に反してファイナルファンタジーは予期せぬ大きな売り上げを記録しスクウェアの経営危機を救うこととなった。それどころかファイナルファンタジーはスクウェアの看板タイトルとなった。 第一作の成功を受け、スクウェアはすぐに続編の開発に着手した。しかし、坂口はファイナルファンタジーを単独の作品として考えていたため、続編を開発しうる、ストーリー構成となっていなかった。そのため、続編はテーマ上の類似性や、いくつかのゲーム要素のみを受け継いだ。このアプローチはシリーズを通して受け継がれている。FF シリーズのそれぞれの作品は、 新しい設定やキャラクターを用い、バトルシステムも毎回違ったものになっている。テレビゲームライターのジョン・ハリスは、ゲームシステムの再構築とストーリー上の緩い、接点を持つシリーズ構成は、日本ファルコムのドラゴンスレイヤーシリーズに起源があると分析している。ドラゴンスレイヤーシリーズには、以前にスクウェアも開発に関わっている。FF シリーズには、主人公が、 仲間の死に直面する場面がいくつかあるが、その理由として、FF3 の開発中に制作葬式、ディレクターを務める坂口博信の自宅が火災に遭い、母親が亡くなる事故が起きたことが挙げられている。坂口は大切な人が死んでしまった時の生き残った者の,の辛さを嫌というほど味わいました。そして、どうやってこの悲しみを乗り越えていけばいいのか 生き残ったもののすべきことは何なのか、そんなことをいろいろと考えるようになりました。と語り、詩をテーマに扱う物語が紡がれたとしている。シリーズ作品の中では共通の世界観として、あらゆる力の源であるクリスタルを中心とする世界が描かれる場合が多い。クリスタルに相当する位置に、不備の魔石や f f ンのマテリアなどが成り立つ場合もあるが、 その役割に大きな変更はない。ただ、不備以降に発売された作品では、クリスタルを中心とした世界の枠がなく、作品ごとに多彩な世界が描かれる傾向にある。ナンバリングタイトル同士の直接的な接点はなく、聖剣伝説、ファイナルファンタジータクティクスなどの概伝も、続編として作られたものではない。フェから、ファイブから、FFV 間、フェから、ファックス間 ファイから、フィブ感、ファイブから FF 間、FFXC 感、FF7 から FF 間、FFX 感、FFXE から、地球感のように間接的な接点を暗示するものもあるが、これらにおいても、あくまで古い作品のストーリーは新しいものの中で伝説として語られるに止まる。ただし、一部の人物名、キーワード、デザインの中には、シリーズ共通のものもあり、指導、低低低、チョコボ、 ビックスウェッジ、ギルガメッシュ、ポーション、ギルなどは代表的な例である。シドは、老人、中年、青年と作品ごとに、要望や役回りは異なるが低空低発明家として登場することが多い。このほか、本大竜ではない神話的現獣である、バハムートと呼ばれる、屈強な竜を、日本で竜のイメージとして定着させたのはこの、作品によるところが大きい。 FFX と FFX-2 のように同じ世界を使用した続編を制作する流れがあり、コンピレーションオブファイナルファンタジー7やファビュラノバ、クリスタリスファイナルファンタジーなど共通の世界観を持つ作品群を複数発表している。FFXE とイバリース・アライアンスの一つである FFXE-RW は主人公を同じとしているが、 続編ではないという位置づけで登場した。ハード環境の進展に応じて、アクティブタイムバトルシステムや、アビリティシステムなど、常に新たなシステムを試みている。これは、紹介量のみで、システムの変更がないドラゴンクエストシリーズなどとは異なる特徴である。また、美麗なグラフィック、映画のようなストーリー演出と、徐々に広がる世界のスケールの壮大さも、本シリーズの魅力である。 積極的にムービーやボイスを利用する演出も他の対策 RPG シリーズとは異なる。チョコボの不思議なダンジョンやチョコボスタリオンなどコンセプトとシステムを応用して制作される外伝作品も多い。上松信夫。ファイナルファンタジーの音楽における生みの親。シリーズ中では多くの音楽が使われているが、テーマは作品ごとにアレンジされ使われている。 第一作で作曲を担当していた植松信夫の存在はゲーム音楽界で大きなウェイトを占めており2005年には米国のタイム誌において現代の音楽における革新者の一人として紹介されている一般的なゲーム制作はゲームエンジンありきで行われることが多いが FF シリーズはそれぞれの作品に応じて新規にゲームエンジンを作るスタイルを採用している SFC 版のフィブ以降は全て異なるゲームエンジンを使ってゲームを制作してきた。しかし、この方式では1作品ごとに新しいゲームエンジンを作ることになり、開発費の高騰につながるため、ゲームエンジンをシリーズ内において共通化することが今後の課題となっていた。2007年に FF シリーズのための開発ツールとして、クリスタルツールズが開発され、FFXE、 FF エ x シ i ドラゴンクエスト X などで使用されている。ゲームエンジン、ルーミナススタジオを使った技術デモでは、FF 的要素としては次の項目が、必要最小限な要素として挙げられている。多くのファイナルファンタジーのゲームにおいて、世界の支配をもくろむ、対立者との戦いに焦点が置かれている。ストーリー中では、独裁国家における反乱が描かれ、主人公たちのグループは、 反乱に参加することが頻繁にある。主人公たちは悪と戦い、悪の行動の結果によって仲間が集結することが多い。シリーズの隠れた主題として複数の悪役が存在するということがある。最初に現れた敵はキャラクターや組織の手下であり、その戦いの後に仲間となるケースが多い。また、真の敵は最初はそうだとは分からず、ストーリーが進んでいく中で、 敵対関係が判明していく。ゲームの最初に現れた主要な敵は常に真の最終ボスであるとは限らないため、プレイヤーは最終的な決着までにゲーム中のクエストを続けなければならない。シリーズ中のストーリーでは登場人物たちの精神的な葛藤、情熱や悲劇が描かれる。そしてゲームの主なテーマはキャラクターの個人的な追い立ちから世界を巡る戦いに、 シフトしていく。また、愛や対立といったキャラクター同士の関係性も描かれる。記憶喪失、主人公が悪の力によって堕落させられたり、アイデンティティを喪失したり、登場人物が他人のために自己犠牲を払ったりするシチュエーションもある。魔術的な力を持つ魔石やクリスタルもゲーム中のアイテムとして頻繁に登場する。それらは、 ゲームの中心的なプロットと結びついていることが多い。クリスタルは世界の創造で中心的な役割を持っており、多くのファイナルファンタジーのシリーズでは、クリスタルや魔石は惑星のエネルギーと関係を持っている。そのような世界でクリスタルの所有や利用が物語中の中心的な衝突を引き起こす。四元素や五行思想も繰り返し扱われるテーマであり、 クリスタルや魔法といった要素にも使われている。よく使われるプロットやテーマは、ガイア理論、終末論や、科学の発展と自然の対立などがある。過去に勃発した大きな戦争が、現在に暗い影を落としているという設定も多い。ゲームの流れとしては、主人公とその仲間を操作して、敵との戦闘を繰り返し経験値や、それに類するポイントを蓄積して、レベルアップし、 徐々に行動範囲を広げていき最終的に世界の危機を救うといったコンピューター RPG としては定番なものである。しかし、新作を出すたびにその時代における革新的なシステムを提示している。成長システム基本的にレベルを上げることで成長するが、ジョブ、スフィアといった要素のポイントをため、アビリティを習得していくことが中心になっている作品もある。 作品ごとの独自のシステムについては、各作品のシステムの節を参照。戦闘本シリーズの戦闘シーンは、ドラゴンクエストシリーズなどに代表される、プレイヤー視点の形式と対照的に、不備までの 2D 作品では、プレイヤーサイドと敵サイドが向かい合い、その様子を横から眺めるというサイドビュー形式、FF7 以降の 3D 作品では、 カメラアングルが目まぐるしく変化しながら戦闘の様子が映し出される形式となっている。FFXC、FFXC 以外はエンカウント性が採用されており、通常はあらかじめ設定されたエンカウント率に従ってバトルが発生する。なお、一部の作品においては装備によってエンカウント率を下げることも可能である。各キャラクターは嘆きや魔法など、 様々な手段で戦闘を進めていく。魔法についての詳細は、ファイナルファンタジーの魔法形態の項目を参照のこと。代表的な戦闘システム及び戦闘に関する概要は以下を参照。頻繁に登場する用語で作品に関連する意味を持つもの。タイトルロゴはフィブから統一したスタイルを採用している。ほぼ同一の書体のアルファベットで書かれたタイトルの背後に、 イラストが配置される。イラストは各タイトルのテーマを暗示するものが多い。フェ・ファイ・ファイブのリメイク版でもこの統一ロゴが使用されている。フィブは DS のリメイク版でロゴが変更となった。フェ・ファイの PSP リメイク版のロゴはイラストのモデル自体は同じだが新たに描き起こされている。初公開された時点では FFXE のような巨大なイラストだったが、発売直前に縮小された。FFCC シリーズでの統一ロゴのイラストは、GC 版、FFCC を除いて、中央ではなく、右側に配置されている。また、WeWear の2作品は、FFCC の表記が小さく、副題が大きい。FC 版のフェノロゴは、ファイナルファンタジーとカタカナで書かれたもので、 ファイ、ファイブではアルファベットをデザイン化した独自のロゴが使用され、これらもフィブ以後のフォーマットとは大きく異なる。タイトルロゴの背後にイラストも配置されていない。フェからフィブではゲーム中に表示されるタイトルは商品パッケージのロゴとは別のデザインが使用されている。また、FFT シリーズのタイトルロゴも FF シリーズの ものとはフォーマットが異なる。下記は統一ロゴの一覧。幅広いファン層を誇り、芸能人でも本シリーズのファンを公言している人物が数多くいる。歌手の加山雄三やノーベル物理学賞受賞者の小芝、正都氏も本シリーズのファンであると公言している。第1作、ファイナルファンタジーから第6作、ファイナルファンタジー6までは一貫して、 ニンテンドの家庭用ゲーム機向けにソフトが開発、販売されていた。しかし、ファイナルファンタジー7以降は、ソニーインタラクティブエンターテインメントのゲーム機である、プレイステーションシリーズ向けソフトとして、開発、販売されている。マルチプラットフォーム化により、ファイナルファンタジー13シリーズでは、マイクロソフトの XBOX360 向けにも、開発、販売されている。以前は、 PS3 などの家庭用ゲーム機のスペックに合わせて開発されていたが、Final Fantasy XV などではダークテックス上でオリジナルを作り、そこから最適な移植を行う方針に変更されている。Final Fantasy 7をプレイステーションで開発したことをきっかけに、それまでハードウェアを供給し続けてきた任天堂とスクウェアは険悪な関係になった。これは、 大容量のメディアを採用したハードを求めていたスクウェアの開発姿勢とニンテンドーの方針が大きく食い違っていたことが原因だった詳細はスクウェアエニックスニンテンドーとの関係を参照これ以降長らくスクウェアはニンテンドーのハードで FF シリーズを開発することはなかったその中で携帯ゲーム機市上においてスクウェアは大きな苦戦を強いられることとなる 2000年以降、スクウェアは FF シリーズのスピンオフ作品である、働くチョコボを皮切りに、バンダイの携帯ゲーム機である、ワンダースワンに参入し、その後、FF シリーズ初のリメイク作品をリリース。しかし、携帯ゲーム機市場における、ニンテンドーのゲームボーイシリーズの圧倒的優位は、揺るぐことがなく、ワンダースワン自体が、短命ハードとして市場から姿を消していった。 代表取締役社長が和田洋一に交代、方針転換してからは関係が改善し、ゲームボーイアドバンス用ソフトとして、外伝的作品、ファイナルファンタジータクティクスアドバンスや、ジョコボランドなどがリリースされる。その後、スクウェアとエニックスの合併を経て、ゲームキューブ用ソフト、ファイナルファンタジークリスタルクロニクルが発売。任天堂ハードでの新作 FF として、 シリーズ化されている。また、2004年からは、ナンバリングタイトルの移植、リメイク作品が任天堂の携帯ゲーム機向けに発売されるようになった。同年7月には、ファイナルファンタジー2ア I2 a d v a n を発売。2005年10月には、ファイナルファンタジー4アドバンスのゲームボーイアドバンスでの発売を発表するとともに、ファイネスとファンタジー4アドバンスというキャッチフレーズで、 携帯機関全移植計画を開始。ゲームボーイアドバンス向けには2006年10月に、ファイナルファンタジー V、同年11月に、ファイナルファンタジー6の移植版が、Nintendo DS 向けには2006年8月に、ファイナルファンタジー3、2007年12月に、ファイナルファンタジー4のリメイク版が発売された。一方で、ナンバリング作品が PS プラットフォームと、 Xbox プラットフォームの両方で発売されるようになってからも、Nintendo Hard では、ファイナルファンタジー7以降のナンバリング作品は発売されていなかったが、2018年9月には、ポケットエディションながら、ファイナルファンタジー XV が、Nintendo Switch に移植され、ファイナルファンタジー12までの移植も発表された。ドラゴンクエストシリーズが、 バーチャルコンソールを一切出さないのに対し、本シリーズは FCSFC FC 版の各種作品が各バーチャルコンソールで販売されている。家庭用ゲーム機向け RPG として先に人気を博したのは登場の早かったドラゴンクエストである。同シリーズは日本初の家庭用ゲーム機向け RPG 作品であり、そのインパクトと影響は大きく。 ファイナルファンタジーシリーズの生みの親である、坂口博信はそのビジネス的成功を見て、ファミコンでも RPG が作れると気づいたと語っている。また、石井孝一も坂口が、ドラクエのような RPG を作りたかったと話していた、と述べている。ドラゴンクエストに遅れを取る形になった、ファイナルファンタジーシリーズの第一作は、ドラクエの足と評価されることもあり、評価が固まらなかった。 しかしその後、両シリーズは競争しながら、日本におけるソフト類型販売本数は FF7 と不買部においてトリプルミリオンを続けて記録していたが、ファックス以降は作品によっては販売本数を減らしている。これに対し、ドラゴンクエストシリーズは、ダクバイで400万本の大台を叩き出した後も、ダクバイ部でトリプルミリオン、ダカックスでは、 シリーズ最高の432万本を達成している。ただし、DQ の全世界累計売り上げのほとんどが日本国内の売り上げであるため、世界市場での累計出荷本数では、ファイナルファンタジーシリーズの方が大幅に上回っている。また、世界的な市場別での販売本数を見た場合は、タイトルによって売り上げが大きく異なる傾向も見られる。 2003年4月1日、ファイナルファンタジーシリーズの発売元であるスクウェアとドラゴンクエストシリーズの発売元であるエニックスが合併。2004年12月に発売されたドラゴンクエストファイナルファンタジーをいただき、ストリートスペシャルでは両シリーズのキャラクターが共演し、二社合併の象徴とも言える存在となった。このような歩み寄りは見られるものの、 それぞれのシリーズの独立性は失われることなく、保たれている。2009年を例に見ると、ドラゴンクエスト9星空の守り人が、任天堂 d DS で発売された一方で、ファイナルファンタジーシリーズは、ファイナルファンタジー13が、プレイステーション3で発売されており、両者の明確な路線の違いを見て取ることができる。FF シリーズが、市場に与えた直接的な影響としては、 日本における末置き型テレビゲームの機種の世代交代の原因が挙げられる。これまで FF シリーズでは当時の次世代ハードにプラットフォームを移して初の登場となるファイナルファンタジー4とファイナルファンタジー7、ファイナルファンタジー X まではハードが発売された初期に普及に貢献するといういわばハード普及の起爆剤のような役割を果たしている。その後、 各社がこれに追随し、ソフト市場全体が活性化するという流れの繰り返しを見せていた。また、ゲーマーが分化しており、一部のゲームソフトでは顕著になっている。例として、FFV はコアゲーマー向け、f f x はヘビーゲーマー向け、FAX はライトゲーマー向け、FFXC はミドルゲーマー向けなどが挙げられる。ありがとうございます。